て通り過ぎてしちゃって通り過ぎちゃってて、あっちにいる女の方に教えてもらって過ぎてることに気づきました。お母さんたちに教えてもらいましたね。残念です余裕っすねって言ったら通り過ぎちゃったね。さあもう一度そこの青い看板をちゃんと見ましょう。はい、さっきはこの前方の道から来てこう曲がるはずだったってことですね。はい、見えてますね。あっちにも多分道があるんじゃないかな。おー、15番、16番書いてるね。こっちからも多分これだと思います。途中でさっきね、迷っちゃった時見逃したものがあったのかもしれないね。かもしれないです。はい、ただいまの時刻が10時30分です。あちらの奥が国分寺、到着しました。参拝の方行ってきます。一切空脈、シャリシー、地風に空、空風に意識、心速、絶空、空速、絶式、受相、行式、薬風、尿税、シャリシー、税、小方、空相、風相、風滅、風空、死風上、風造、風源、絶国、空中、無式、無、重相、行式、コンコロコロ仙台、マトギー、ソワカ、コンコロコロ仙台、マトギー、ソワカ、コンコロコロ仙台、マトギー、一人で読めたね。はい、どうだった、自分で一人でお経を読んでみて。いや全然やっぱさっき腹バタラリアウンって言った時どうしたかなと思ったけど言えたね。日本語というかひらがなが一番苦手かもしれない苦手だった、はい、でもいい経験になったね。そうですね。次も頑張ってみようか。大師道もね、願わくはこの功徳をもってあまねく一切に干し我らと指導と皆ともに仏道を成仏。参拝終わりました。次は14番の上洛寺に向かっていきます。ただいま時刻は11時20分です。今回ですね、国分寺さんで参拝をした後にちょっと小休止を取りました。さてここから今日は14番そして13番の予定です。ちょっと距離は皆さんご存知の通り逆地の中で短いところです。この宿に入る前に少し先に進めていこうかなとも思っております。藤原くん初めての参拝、一人での読経、そして、農協所でお渡しをしてリレー白衣の、朱印を押してくれました。さあこの後も順調に歩いてくれると思います。それでは映像をご覧ください。左側のワールドレ
印があります。でこの矢印は十一の何回も言うと十一の方の矢印なんで、今回逆打ちなんで左側に向かって進んでいきたいと思います。先ほど十一の変なさんとすれ違いました。逆打ちの面白いところは、こうやって順打ちの遍路さんとすれ違った時に、この先の道どうですかとか情報交換できたりとか、今私がもうすぐお寺すぐですよって言ったりとか、そういう会話も醍醐味なので、そういうところも、はいはい、体験していければと思います。楽しんでいきます、はい。なるほど、OK、なるほどね。ではこっちですね、はい、はい、こっちだと思います。前方の激しく暴れている犬が怖いんだね。怖いね。気をつけていこうか。違うよ、国分寺まで350m ってことは違かったそう、逆打ちだからね、私たちね。じゃあ行きましょう。